はい、皆さんこんにちは。バルセロナウォーカー上村です。秋元です。今日のレストランチェックはどこでしたっけ？オーラスシャンプラというホテルの中に入っている最近できた一つ星レストランです。はい、でシェフはバルセロナじゃないですね。ちょっとバルセロナから離れたエブロ川っていうね、河口に広がるデルタ地帯、お米の産地ですよね。でそこ出身のシェフ、米料理がなんか面白いというか話題になってるみたいなんで、そのお米料理、まあ、パエリアとはちょっと違うのかなと思うんですけどね、それを試してみようかと思います。Muy bien. Gracias. Vino blanco, tinto. Sí, vino blanco. Blanco. A mí una cerveza sin alcohol. Sí. ¿Qué es eso? We have a special oil from Tarragona. Arlequina. It's tricky. Perdón. Esto es un conjunto de aperitivos de la casa, cuatro pescados diferentes, mapa del delta del Ebro, Mediterráneo, venimos de Cherta, ubicado en Tortosa, Tarragona, primer restaurante de los hermanos López, ubicado en Cherta, de nombre Villa Retiro, una masía muy grande combina con un pequeño hotel.
gazpacho de los destinos, que viene con una chips de pasta bontón, algas, salsa americana y huevas de tobillo. Bueno, トリュフがラッキーで、ギュッギュやってほしかった、ね、そうですね、galleta de frambuesa con almendra, una trufa de mora y una ganache de chocolate. No hay fallo. この店の概要っていうか、ちょっと簡単な説明したいんですけど、はい、いいでしょうか。どうぞ。まずこの店なんですけど、あれですよね、最近3年前にバルセロナできました。で、もともとはバルセロナの隣の県ですよね、タラゴナ。タラゴナの
この店の名前と同じシェルタっていう町、そこでもうすでに10年前にあのミシュランの一つ星取ってたレストラン、それの2号店ですよね、はい、で兄弟でやってて、でお兄さんがマネージメントで弟がシェフっていう形です、はい、まあでもこっちに来てねバルセロナでまあすぐに星取ったっていうのはまあなかなか実力があるということですよね、はい、だと思います。じゃあまずお店のアクセスはどうでしょう。地下鉄のディアゴナル駅から、はい、まあ、歩いて10分弱、はい、っていうことはあのカサミラとかからもやっぱ10分ぐらいなので、うん、まあ、観光の途中によるには、まあ、比較的アクセスがいいんじゃないかなと思います、はい、そうですよね。特にランチで使うんだったらね、アクセスがいいっていうのは重要ですからね、うん、そういうんだったらカサミラ、カサバトリの観光の前後に使いやすいです。店の入り口がホテルになってるんだよね。そうですね、うん、ホテルのレセプションを越えて、その入り口、ホテルの入り口があって、その横に、あのバルがあって、その中に入っていくと奥の方にレストランがあります。あ、ちょっとオープンキッチンなのかな、あれ。そう、オープンキッチンで、あの結構全面ガラス張りなので、すごいあの明るくって雰囲気はすごいと思います、そうそう、道に面しているわけではないんですけど明るかったよね、はい、まあ開放的な雰囲気でしたね、はいはい、なんか最近クレストランってどこも若い子たちがサービスしてくれるんですけど、ここはなぜかあのちょっとおじさんたち、そうそう、素敵なおじさまたちが、ね、アテンドしてくれて、そう、割と渋い感じで、はい、まあもちろん料理運ぶのは女の子たちだったりはするんですけど、まあ3人いたね、珍しいね、1人ぐらいいる時はあるんだけど、そうそうそう、3人もね、そこそこのあの年いったベテランがいるっていうのは珍しい店だね、なんでかね、ね、逆に若い男の子は、まあでもいなかったかな、ベテランっていうかそこそこ慣れた人がいるってくれるんで安心感はありますね、はい、まあ女の子だってそんなみんなが若いわけじゃなかったじゃないですか。あ、まあね、ああそうそうそう、まあそこそこっていう感じ、そうそう、若い子もいるけどちょっとベテランの女性もいて、はい、40ぐらいなのかな、まあそんなもんだよね、はい、まあ悪くはなかったですね、そう、はい、今回はあのコース、そうそう、デルタっていうあのお米が取れるところのレストランなんで、お米料理を売りにしてるんで、そのメニューデルタ、どんな内容でしたっけ、前菜、メイン、メインで、メインがご飯なんで、そう、メインがご飯、はい、で飲み物、デザートがついて、飲み物、はい、ワイン、はい、っていう感じです。ワインもあのコースの中に入ってます、はい、入って、最初に出てきたパン、オリーブオイル、オリーブオイル美味しかったですね、はい、美味しかったです、はい、パンもタラゴナのオリーブオイルだそうです、はい、アミューズ、アミューズね、あの、お通しですよね、お通し面白かったじゃないですか。あ、そうそう、なんかこういうガラスの地図、地図だよね、そうそう、地図みたいなお皿、エブロ川沿いのなんか地図を書いたガラスのお皿か、うん、ガラスの、そこに1,2,3,4 5品乗っかってんだよね、そうそう、はい、まあ、5つ全1つずつだと時間かかるんで、全体的な印象はどうでした。なんかどれもちっちゃなお魚だったので、すごい脂が乗ってて美味しくて、あ、割とまあ、楽しめたんではないでしょうか、まあ、それどれがすごい味っていうのはなかったけど、最初でも結構、食べた瞬間、あ、これは今日期待できるかもと思いました。そうそう、これ食べた時にそう思いましたよね、でそれにあとサルモレホスっていうなんかガスパチョみたいな、はい、少量、はい、であと一つはあのだし、スープだしって言ってましたね、だしって言ってました、おじさんがね、でそれを最後締めにキュッと飲んで、そうそう、あったかいだしでしたね、はい、それで胃を温めてから最初のお通しが終わったっていう、はい、で
菜は何でしたっけ？前菜はすごい濃い濃いポタージュの 中に、はい、まあ、トリュフが入ってて、はい、でなんか持ってきて、生卵が入ってて、持ってきてくれた、そうそう、持ってきてくれた人が手袋をしてるからなんでかなと思ったら、最後にトリュフを持ってきて、シュッシュッと1回しかやってくれませんシュルッと吸ってくれました。1回だったんだっけ？1回だった。2切れなかったっけ？大きしなかったか、シュッとだけか、シュッと1回。キモさん5回すで言ってましたよね。これでお味どうでした？結構ね、もうこれでお腹いっぱいになっちゃったんですよね。そうそう、結構量が多かったね。あのお通しとここで確かにもうそこそこだったね。そうそう、このスープ半分ぐらいの量でも良かったかもしれない。良かったと思うね、ちょっと量多かった、私たち的にはね、はい、まあ、でも味は悪くなかったですね。そうそう、前菜もう一つね、あのエビのカルパッチョですね。エビのカルパッチョはどうですか？あ、すごいエビが甘くて、すごい薄く切ってある、カルパッチョなんで、良かったと思います。そう、あとついてたちっちゃなソースとか、あのトビッコと、トビッコってものあったんですよ。そうそう、トビッコって言ってましたもんね。あ、言ってた。で、それを合わせて食べて、なかなかね、やっぱりいい感じだったので、最初のお通しから前菜、そうですね、いい流れは良かった。良かった、良かったですね。次はメインの米料理ですね、はい、この米料理っていうのは何でしたっけ？なんかパエリアじゃないんですよね、うん、米料理なんですよね、まあ、リゾットですよね、うん、日本の人はね、スペインはみんなパエリアと思っているんですけど、米の食べ方そうじゃなくて、うん、リゾットっていう食べ方っていうのは結構します、うんうん、パエリアより簡単だしね、パエリアはパエリア鍋っていうのがめんどくさいんですよね、場所取るからね、うん、そういう意味でこのリゾットもよくあるんで、で何の出汁でしたっけこれ？カニ。あ、そうそう、青ガニって書いてますよね、はい、カングレホアスープ、うん、で味はどうでした？味？なんかご飯をほんとアルデンテ、なんか私もうちょっと柔らかくてもよかったんですけどね。でも食べて最終的にはあのいい感じになってたね。最初はアルデンテなんですけど、あれはなんていうの、ちょっと時間が経って蒸れてきた。時間経つとね、芯がほとんど何もなくなったんで、まあ、最初はちょっとアルデンテでしたね、うん、でも私味って聞かなかったですか？味ですか？あ、はい、すいません、味は良かったな、はい、味良かった、はい、でも量が多すぎて。そうですよね、はっきり言ってあれですね、食べても食べても減らないぐらい量。そうそうそう、最初のポタージュでしたっけ、じゃがいもの、あそこでそこそこなってたのに、このご飯の量が多くて、うん、茶碗2杯半、3杯ぐらいあった、ね、3杯ぐらいあったかもしれない、3杯ぐらいあったね。で、割に出す味も濃いというか、よく効いてるんで、うん、ちょっと途中で飽きましたね。はい、飽きました。飽きたし、お腹いっぱいになって、うん、次のデザートどうですか？あ、チョコレートの3種類の盛り合わせ、3種盛りですよね、4種類だったかな。あ、そうでしたっけ。白いのと、ちっちゃいホワイトチョコレートのもあったんで、はい、4つぐらい、ブラウニーみたいなやつと、私はあの白いやつ、白いホワイトチョコ、結構気に入った、美味しい。まあね、ホワイトチョコレートとか好きじゃないもんね。あんまり好きじゃない中の中では、私は好きだったなっていう。そこでまあ一応終わりなんですね。で、コーヒー飲んで、でもその後にまたあのプチフール。プチフールだね。またチョコレートが出てきて。そうそう。ちょっとこのチョコレート攻撃はいかがなもんでしょうか。そう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 、デザートがまたチョコレート、チョコレート好きだけどまたチョコレートと思ったけど、でも食べちゃいましたね。なんかあの酸っぱいものとかでも良かったね。あ、そうそう、なんかゼリーとか。あ、そうそう、ゼリー。まあ55ユーロで、はい、まあ飲み物も含まれている、ワインおかわりしても OK、はい、なのでまあいいんじゃないでしょうかね、うん、そうですよね、最初のお通しからトータルで見たら十分満足できますね、この値段で。
この前行ったオリア、はい、ミシュラン一つ星、うん、あのラサルテという三つ星のセカンドのお店なんです。森はすごい綺麗だったんですけど、なんか食べた感が、食べたなっていう感じがあんまりしなかったんですよね。でもこっちはでもご飯でがっつりしたから、そうそう、ご飯もそうだし前菜も全てがなんか料理っていう感じがしたんですよね。ただこれ量が多かっただけで、でもそうそう量多かった、食べたっていう、料理食べたっていう満足感はすごい、オリアさ、この前の一つ星よりはあったなと思いますけど、そういう意味で向こうは40ユーロですよね、はい、こっちは55ユーロだけど、コスパ的に何の遜色もないっていうところはあります。お店の雰囲気も、うん、まあ良かったと思うんですよ。すごい明るいし、そうだね、いいスペースにテーブル配置もいいし、うんうん、お客さんもそんな雑然としてなかったね。え、あ、まあ今回はあの55ユーロのメニューを2人で頼んだんですけど、はい、なんかやっぱり2人で同じものを頼むって、なんかちょっとつまんなかったなと思ったので、せっかくなら違うものをやっぱり頼んでちょっとずつ味見したかったので、次回はまあアラカルトで、うん、まあ、あとはやっぱりうちのサイトでも言ってるんですけど、コースで頼むとどうしてもやっぱり量が多くなるね、もう決まってるんで、だったらアラカルトで少なめに自分で調整しながら、デザートはあのお腹の具合ねで頼む、そうそう、メインまで行って、あ、これでもうお腹いっぱいでデザートを食べてもあんまり味感じないってなったらやめるとかね、それはコースだとできないんで、もったいないわけじゃないけど味見もしなきゃならないんで、食べてつい食べちゃうね、結局なんかもう気持ち悪くなるぐらいお腹いっぱい、ある意味あれですよね、すごい料理良かったんで、ここまでいっぱいにならなかったらもっと印象良かったっていう。で今回はでも週末行ったんですけれども、平日だったらまたあのランチ、ランチもうちょっと安い、もうちょっと安いランチ、30何ユーロかな、8か、うん、それもまあ、それも試してみたいですよ、ね、うん、アドバイスとしてはやっぱりコースはちょっと量が多いような気がするので、まあそれは自分たちがアラカルトで一回行って食べて、どういうふうに注文したらいいかっていうのをまあ皆さんに伝授すればいいんじゃないでしょうか、はい、まあでもまた行きたくなった店ですよ ね、そういう意味ではあのこれからも何回か行くかと思うんで、次はうなぎ料理を食べたいです。うなぎ料理あったっけ、なんかあった、あった、何品か、あー、そっか、はい、じゃあそういうことで今回はこれにて終わります、はい。